はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は戦いドリームチームの動画撮ろうと思います。ということでね、まあ、前回ね、ドリームフェス、ロベルトね、引いたん、ロベルトね、90連かなで引けたんですが、まあ、今回はね、ちょっと溜まってるチケットをね、サクッと引いていく感じの動画を撮ろうかなと思います。まあ、これ以外にね、どれだっけ？そうそう、こっちもあるので、まあ、この辺をね、ちょっと、引いてみようかなと思います。っていうか、すげえガチャあるな、今。はい、まあ、じゃあ行ってみましょう。まずはリリース1900日記念、10連ガチャチケット。こちらね、15枚あるけど、4周で1回と思うとなんかちょっと1枚足りない気もするけど、まあいいや。引いてみましょう。いけ。まあね、ちょっと何が出るかはよく分かってないので、サクサク引いていこうかなと。おっと。そうか、1回目は確定って書いてあったね。1回目、4回目で確定と書いてあったので、まあこれはね、何か出るんでしょう。はい、石崎くんですね。なるほど。で、確定枠以外は特になしって感じですね。じゃあ続けて、引いていきましょう。いけ！絶対に決める！うん。よし、ここだ！さあ、これは欠けてるので飛ばしましょう。ほい。次。いけ！おっと、全然シュワシュワしない。全然シュワシュワしない。これ3回目。次、SSR1 枠確定ですね。さあ、確定とはいえ、おー、シュワシュワする。確定とはいえね、何が出るかは、SSR の中でもね、いろいろあるからね。そして、確定枠以外であれば、まあ、嬉しいんだが、なさそうだね。へーい。はい、次行きましょう。いけ。本当にシュワシュワしないね。飛ばしましょう。さあ、次また SSR 確定ですね。さあ、いけ。おー、ロベルト。さあ、どうだ。うん、やはり確定枠しか、おっと !1 枚あった。確定枠以外からは初ゲットだね、これ。何が来るか。あ、俺の夢を叶える。このくらいほとは初ゲットですね。オッケー。そして、しましまの人が出てくる。このしましまの人なんだっけ？ゼダンか。なるほど。はい、次行きましょう。いけ！お！なんだかワクワクしてきた。確定枠以外からの2枚目かな？さあ、同じところ。今のところね、確定枠以外だとゼダンしか出てないね。さあ、ここで何が来るか。あー、なんだっけ、これキーパーの人。名前が出てこん。レシャールか。はい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 。次行きましょう。いけ！おっと。はい、飛ばしましょう。また確定枠ですね。さあ、どうだ？押し！あ、押しじゃねえ。確定枠か。シュワシュワしてるとね、一応嬉しくなってしまうっていう。さあ、確定のみだね、これは。はい、私服ピエールですね。さあ、次。今のところね、確定枠以外での収穫は2回のみですね。次1枠確定。いけ。気合が入ってる。さあ、確定枠だけじゃない。これは、あれちょっと待って。確定枠、あ、そうか、いいんだね。確定枠だけじゃない。1枠、おお、2枠ある。ほいほいほい。あ、しかし。はい、これで一応確定枠以外から4枚出てきたことになるが、まあ中身的にはちょっとどうかなという感じですね。さあ、次。
シュワシュワしない欠けてるので飛ばしますと。あと3枚。おお、虹来たね。これ確定枠じゃないよね。いけ。ロベルト来る。まあまあまあ、虹が出るのは嬉しいけど、問題は中身と。さあどうですかね。これで、確定枠以外からの5枚目だけど、演出は嬉しいけどね、ちょっと中身は残念という感じですね。さあここはどうだ。あれ、これ確定枠かな。僕もここで負ける気はないよ。これは、多分確定枠だよね。はい、そうだね、確定枠のみ。はい、これが、リリース1900日記念ガチャはラストですね。さあどうだ。これ確定枠はないが、ラストに何か来る。さあどうだ。1枚。確定枠以外から結局6枚出たのかな、一応。中身はともかく。はいはいはい、なるほどね。こちらはクライフォート、クライフォートだね。はい、というわけでとりあえずリリース1900日記念のガチャはここまで。さらに、どこだ、これか。全世界4500万ダウンロード、記念ガチャですね。こちらも7枚あるので引いていきましょう。これは1枠 SSR 確定が7回なのかな。ただまあガチャ的には5回ガチャということで、まあ確定枠以外からはね、なかなか出ないかなという気もしますが、まあ中身が何かの方がね大事だよね。カットインはなし。さあ、おっと、赤いか。なるほど。さあ、次行きましょう。まあ、1枠はね、確定してるんで、演出はね、楽しいよね。写真が飛び交う。で、ロベルトカットイン。さあ、おっと、ジトー君、これ持ってないジトー君か。初ゲットだが、滑り込みダッシュブロック。これはどうなんだ。ちょっとわからんな。ロベルトと一緒にね、フェスのジトー君引いてきてるので、技が使えるかどうかですね。お、虹だね。演出はね、気持ちいいよね。確定してるから。さあ、お、2枚に来てる。オッケー、確定枠以外からも出てきた。さあ、何が来ることやら。おっと。はい、まあ次行きましょう。あと4回あるからね。これはなんか気持ちいい演出だけを見るガチャかもしれんね。おお、虹から女子マネ来る。いけ。はい。演出だけ気持ちいいガチャ。そして中身はヒューガくんと。さああと3回。おー、虹だね。虹矢印気持ちいいよな。行くぞ、ナートレーザー。おー。さあ、うん、確定のみ。はい、クライフォート、クライフォートじゃない、レビンですね。そして SR の、SR が、なんだ、名前飛んじゃった、浦部だね。SR の浦部くんが被っていくと。あと2回。いけ。おっと、シュワシュワしない。演出だけが楽しみみたいなガチャなのに、演出しょぼいかいっていうね。はい。どうでしょう。うん。翼くんだね。この翼くんは、スカイウィングツイン。サンターナとのやつか。なるほどねと。次。あれ？あー、なんか、こちらをタップ押しちゃったのか、今。さあ。いけ！
気合が入ってる。さあここで何か来るか。確定のみっぽいですね。ロベルトが出てくる。はい、リュアウルさんでしたね。これでラストか。黄金の左足のやつか。なるほどなるほど。まあこれで終わりにしますか今回は。ちょっとねこれも引くかどうか悩んでたんだけど、ラストに SSR10 連引いちゃいますか。よし、じゃあこれ引いて今回は終わりにしましょう。いきます。さあ来い。まあこれはね全部 SSR なんだね。まあ気持ちよく見守れると思うんだけど、まあただね中身はね期待できない可能性も普通にあるというやつですね。さあほい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 力が多いな。お、破れるものなら破ってみろ。マケロロ初ゲットですね。これはどうなんだろう。まあ持ってなかったからよしとしますか。さあ初ゲットは1枚のみか。はい、というわけで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。